いつもと雰囲気が違う。何かがあったようだ。念のため誰かに聞いてみよう。ああ、お浄堂の勝利先生か。千眼軍が我々を監視してる。今は非常時だ。先生も軽率な行動を控えた方がいい。非常時？ああ、絶雲の間の仙人が動いた。何かするつもりだ。避難しに来たのか。おそらく七星のうち数名が迎えに行った。まあ迎えというか、仙人たちを止めるというか、双方とも強気に出てるから膠着状態なんだ。こうなるのも必然か。仙人たちが重要視するのは元神との契約だけだ。彼らが強引に攻めるならきっと止められないだろう。だがリーユエ七星が動かないわけがない。彼らが強気に出たせいで人間と仙人の間にある矛盾点が一触即発の状態を作り出したんだよ。それでどうしてファデュイが避難の的に？全部あの行幸のせいだ。嵐が来ようとするときこそファデュイの動向を徹底的に把握しろってさ。チッ、今さら俺らの行動を制限するって。七星も大したことないな。とにかく勝利先生は孔子様の協力者だ。弱みを握られないように行動してほしい。どうやらリーユエ校の様々な矛盾が限界に達したみたいだな。それは特殊な中立的立場から仲裁したいのか、それともお前個人の武力で何かを変えたいという意味か。どちらにせよ簡単ではないだろうが。あ、そうだ、勝利先生、王城堂も巻き込まれて今千眼軍と対峙してると聞いたよ。まずい。私は王城堂に戻らせてもらう。風同士がうまく対応しているといいんだが、トラブルはごめんだ。旅人、一触即発の爆発を止めるより新刊はどこにあるかお前も考えてみるといい。ふう、ファデュイと仲良しになるとメリットもトラブルもつきものだな。それで勝利が言った新刊ってなんだろうな。なるほど、確かにこういうトラブルを楽しみにしてるやつといえばあいつしか思いつかないもんな。きっとみんなが忙しい時を狙って悪いことしてるぞ。でもどこに行けば会えると思う？こういうどこもかしこも混乱に陥っている時、彼はどこに行くんだ？